こんにちは。こんにちは。今日何からな。今日はまずは話題に上がってましたウコッケーのリコちゃんの発表です。はい、うん、危ない危ない。ちょうど半月ぐらいかな。はい、リコちゃんです。はじめまして。はい、あとまだ2羽います。はい、じゃねー。びっくりしたね。びっくりしたね。むつみさんお願いします。いける？自分連れててもいいし。多分ダメだと思うな。大丈夫。そうとそうとよ、そうとそうとでそうと。はい、大丈夫だって。ドキドキするね。はいはい。なので本当に生まれた時どれぐらいだった？もうこんなんやった。卵から帰ったので本当これぐらいが、これぐらいの子が今もうこれぐらいになったね。うん、ほら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 、あかんて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 、ほら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 、あかんてあかんてほら、うん、なん言うたやろ、これぐらいの子。危ない、はい、お願いしますよ。ちょっとびっくりする。OK、はい、大丈夫みたいでよかったです。まあ今回まあ、突然話変わるけどさ、コッパディ姫路、はい、明日26日の8時、はい、夜の8時、明日じゃない、今日や、今日か、今日26やろ、26日、今日です、今日の夜、今日の夜8時からサンテレビでコッパディ姫路2019というクラシックイベントの放送、模様が放送されるということで、西脇にも来たやつです。はい、行ってきたよな、ショール。ショールプレゼント企画。はい。道の駅でね。で、番組内で、玉木新芽の紹介をしていただいているのと、うん、今回は何か力になりたいなということで協賛させていただきました。はい、で CM も3回流れますんで、はい、ぜひお見逃しなく。これ用に CM 作ってね、今回。まあ、ど素人やからな、もう吸ったもんだしたけど、まあ、なんとか。いや、でも初めての挑戦がちょっといろいろ楽しかった。楽しかったな、うん、まあ、素人なりのなんかこう、うん、クオリティというか面白い感じになったんじゃないの。変態ものづくり集団っぽいものづくりが、うん、その CM でもやってみれたんじゃないかなと思って、うん、まあ、まだまだできるやろうけど、はい、まあ、今回の第1弾として、うん、コッパディ姫路2019の CM で初お披露目となりました、はい、初舞台です。楽しみじゃないですか。楽しみやな、うん、なんか私は道の駅で行った時に何がテンション上がったかって、うん、何やろ、あれもやっぱ唯一無二じゃない、うん、昔はもちろん作られてたもんやけど、うん、今はもう製造されてないものを、うん、自分たちでこうメカからいじって動かして乗って遊んでる人たちやんか、うん、私の持ってる、私じゃないけど今会社やけど、うん、力食器も、うん、考え方は一緒やと思う、うん、もう販売されてない食器を自分たちでメンテナンスしながら、うん、それで物を作っていくっていうのは、うん、なんか考え方はすごいつながって、うん、テンション上がって、うん、だからこのイベント2年に1回かぐらいらしいんですけど、うん、いや今後世界各国でやってるやろ。日本このイベント自体も本当いろんなところでやってる。いろんなところでやってるやろな。世界各国でやってるそうです。うん、はい。で西脇にも2年後また兵庫県かでやるから、うん、西脇にもまた寄ってもらえるルートになったらいいなと思いながら、うん、でもこの機会に絶対みんな見てほしいなと思って。そうやな。うん、もう単純に車かっこいいやん。かっこいい。で乗ってる人も、まあ、人によるけどかっこいいかったらするかっこいいかったりするやん。で今回なんかクレイジーケンバンドの横山さんが出てるとかって言って話題になってなかった？クレイジーケンバンドの人多分横山さんやと思うんやけど、うん、まあ、出てるっつってなんか話題になってたそうです。でも本当楽しかった。うん、まあ俺行ってないけど交互期待なんで、ぜひ見逃しなくサンテレビやったら今日、そう、うん、サンテレビ夜8時からです、うん、私たちのこともなんかちょっと紹介していただけるとは言ってるけど、うん、まあ、それもどんな VTR かはちょっとわからないので楽しみにしています。そうですね、はい、うんうん、まあまあそのコッパで姫路はまあそんなもんとして、はい、前回ほら与えるっていう話したけどさ、うん、まあ、それつながりで、はい、まあ、それそう与えれば帰ってくるっていう話したやん、うん、
でそれつながりで、うん、で与えるも何も、はい、やっぱりそのこういう組織になるとさ、うん、めっちゃ頑張ってる子もいれば、うん、下向きな子もいれば、うん、まあいろんな子がいるやん、はい、で中で中にちょっと最悪なのが愚痴言う子っているやん、まあ、それ多分どの会社もいると思うけど、うん、例えば会社の帰りにみんなで飲みに行ってなんかこう例えば有意義な話をするんじゃなくてもう愚痴を言い合うとかさ、うん、ああいうのもっとあるんじゃない、ちょっと愚痴あんま言ったことないか分からん、うん、だから愚痴を言う神経が分からんというか、うん、愚痴を言って何のメリットになるのっていう、うん、だってふしか呼ばないやん、マイナスはマイナスってことやろ、そうマイナスはマイナスしか呼ばないからさ、プラスはプラス、結局じゃあそのマイナスを読んでそいつとなんかそいつに愚痴を言って聞いてくれる人がいてさ、うん、ペチャ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 言ったところで、うん、何のメリットもないやん、うん、でそこで仲良し苦良ししたってストレス発散のために言うってことかな、もし言ってるとすると、うん、発散何なのかな、なんか言うことで多分イライラするの、逆に自分の意識にそのなんていうまた植え付けるっていうかその刷り込むからもっとあかんのか、もっと多分もっと大きくなっていくと思うよ、そのフラストレーションは。そうなんやと俺は思うんやけど、じゃあやめよう、いや俺は言わないけど、うん、で今回まあこれスタッフ、うちのスタッフも見てくれてるということで、はい、なんかもう愚痴を言ってる人がいるんやったら、うん、やめていただきたいなというか、やめたや、やめていただきたいなというよりも自分のためにやめた方がいいよっていう、そうだね、そっちの方がいい、うん、だって自分らは正味関係ないやん、愚痴言おうがないでしょうが、あ、私したらこの間それ言うたやん、うん、いや愚痴言ってたりこうもっとああしてほしいとか言うてるうちは、うん、暇なんやって、あ、暇、まあまあ暇なんやろな、うん、本当もっと本当はもっとあれもしたいこれもしたい時間ない忙しいみたいにぐらいこう分かる、愚痴言ってる暇ないぐらいワクワクってしとかなかと思うね、もう全力でな、うん、うん、あもっとこうしたらこうなる、いやもっとこうしようみたいなのをこうみんなでうわって言って、うん、もちろんそのなんだろうな、疲れると思うし疲労感もあるし、うん、ストレス溜まることもある、その発散はした方がいいと思うけど、うん、それはもうなんていうの、元気になる発散、うん、カラオケ行くとかさ、うん、行ったことあれも行ってないけど、うん、あれもさやな、一つ元気というかこうスカッとする方法やな、スポーツするとかさ、うん、なんかそういうそれもまたプラスのストレス発散はしたらいいと、うん、ぜひ推奨したいから、うん、昔ほらバドミントン部とかやってたやん、うちも、うん、やってたな、すぐなくなったけど、そういうのもやったらいいかもしれないし、うん、なんかそういう前向きな取り組みやな、取り組みはどんどん推奨するけど、うん、後ろ向きというか、もうなんかそれしてどうすんのみたいなことは、愚痴愚痴愚痴言って誰かに愚痴聞いてもらってなんかそういうやつが群れたら鬱陶しいやん、だからそういうやつはもう正直僕何やろうな、クソやと思ってる、クソやと思う愚痴言う暇あるんやったらちゃうことせえやって、でそれは仕事じゃなくたって、うん、他にやることあるやん、本読むでもいいし、うん、ゲームするでもいいしさ、な別に YouTube で動画見るでもいいしさ、そうだね、まあ、そうだね、そんなことに力使うなよっていう、もったいないな、うん、若いのに生きてる意味ないやんって思う、うん、ということです、まあちょっとネガティブな内容になりましたけど、まああの今回はとりあえずコッパで姫路をぜひ見ていただきたいなっていうそっち行ってまうよな、行くやろ、そろそろやな、うん、だってもう愚痴の話したって思わないやん、面白くない、楽しい、今ので十分やん、もう言うたで OK、うん、だから今回そう伝わってるとスタッフに伝わればいいなぁなんて思ってます、愚痴はなしで行きましょう皆さん、楽しんで、うん、そうそう、愚痴言っても何もいいことないですよ、本当、うん、新しいものも考えるのってめっちゃ辛いけど、うんうん、めっちゃ楽しいよな、楽しいけど、うん、愚痴からは新しいものは絶対生まれないから、うん、それだけはなんかもう頭の中に叩き込んでほしいですね、うん、ちょっと気になるけどこの背景とか言わんでいい、あ、そうそう、ちょっとこの背景、これ2回連続登場しました、そうです、今年の春の新イメージポスター、はい、そう、ちょっとこれ自作でちょっとなんか継ぎしてますけど、パッチワークしてますけど、うん、かわいいでしょ、はい、これが今年はちょっと百貨店に結構そうそうバーン、まあ、いろいろとちょっとこういろんな思いが書かれてますんで、よかったら皆さんあの読んでください、まあ、まだまだそのような、うん、まあでもあれやな、もっとやっぱり最初は登録者数とか関係ないかなと思ったけど、やっぱある程度登録してほしいな、やっぱり
うん、知ってもらいたい。知ってもらいたいから、なので自分たちのやってることを少しでも多くの人に知っていただきたい。ぜひ登録お願いします。あと、まあ、玉木がインスタグラムもやってますし、スタッフのインスタグラムもありますし、うん、それウェブから入っていくことできますので、でいよいよなんかウェブショッピングが2月にオープンするとか言ってるし、そうですね、自社 EC も始まりますんで、うん、ぜひ宣伝していきます。随時そうですね、うん、宣伝していこうかなと思ってます。なので今日はコッパで姫路と愚痴言っても何もならんよっていう、思んないよっていう話でした。楽しく過ごしましょう。そうですね、前向きに元気に楽しく過ごしましょう。ではまた。